よそしよう。今回はこれを、これでいいのか？出てるー。音が止まってから。このマークがやはり進行中の証かね。長いね。コンプリート？あ、できた。すごい。はい、どうも皆さん、こんにちは。シャオリンゴと言います。それではやっていきましょう。今日はね、クラフトをしたいなと思ってるので、まず最初にやはり作るべきは、作れると思うんだけどな、このビルダーを作っていきましょうか。ピン止めされてないな。で、こっちもピン止め外して、配線コンピュータシップバッテリーということで、これが作れれば、お部屋とかね、ちょっとでかいものとかも作れますんで、少し雰囲気変わるだろうというところ。ただしですね、このコンピュータシップのテーブルコーラルっていうのがね、前作だとすげえ簡単に手に入ってそこら中にあったんですけど、なんかなぜか出てこないので、ちょっとこれを探さないといけないかなとは思っています。この辺り探したり、バイタル安定させたりっていうところは今日始めていきましょう。よろしくお願いします。はい。ちょっといろいろ歩き回ってきたんですが、あまり状況が変わりませんでした。というか何でしょうか。コンピューターチップ作るのにね、このテーブルコーラのサンプルがね、どこ探しても見つかんないんだよな。これ序盤にね、前作だったらめちゃくちゃあったんですけど、どうやら出現のテーブルっていうのが結構変わったみたいで、まあなんか前も硫黄がすげえ最初に出てくるみたいな話してたんですけど、こんな感じで、まあこれやってる人にしかなかなか感覚わかんないと思うんですけど、出現アイテムの生息というかね、そういった分布がかなり変わってるみたいです。というわけでね、コンピュータシップ全然作れないんで、一回諦めましょう。というわけで、前回ですね、なんか、これかな？アーキテクトのサンクチュアリっていうね、表示が出たので、ここに行ってみることにします。すいません、クラフト会とか言いながら、クラフト会まだできないですっていう感じで、またね、引き続きやっていきましょう。よろしくお願いします。さあ、その目指してるアーキテクトのサンクチュアリですが、やっぱ深いじゃないか。深いなぁ。今ね、100メーターか、お、なにこれ。モールス信号かな。ちょっと深くない？200メーターか。そんなのいけないですわって感じですね。200メーターはさすがにね、水圧が深すぎて今は死んでしまう。表示どこだっけ？あれ？真下？見失った。いやー、いけないでしょう。しかし、この辺、入り組んでますね。すげーわかりにくい。何がどう繋がってんだ？これか。まあ、一回勇気を持って下がってみるのもありなんですけど。いやー、やばいな。これスーツ強化しないと本当に話にならないが、どうしたらいいんだろう。しかし、これぐらい、どう行くかもわからないな。今ね、いろんな感じで積んでるんですよね。どうしよう、行く場所がわからない。これでダメか。気合い入れて何かを見つけないとダメだな。ワンチャンないか、ワンチャン。ワンチャンないかというか、これどう繋がってんだ？すげえ、いい組み方してんな。おや？これちょっと待った。これ。お、やった、あった。なんだよ。で、そんなこと言ってる人いるんですけど。OK、やった。これでビルダーが作れますね。なんだ、あるじゃん。でも相当変なとこ来なきゃダメだったな。まあ、やはり新しいところにね、いざなわれると、そこら辺にね、知らない素材があるケースっていうのは、そりゃ存在してるもんなと思いながら、助かりました。これあともう一個持ってきたら、まあやっぱりクリエイト会をしようっていうね、そういう心持ちになるところですが。ちなみに一応探せるんだよね。しかしあるもんなのか。本当にわずかしかないのか。全然サーチヒットしねえ。お、メッケー。やったぜ。オッケー、ビルダー作れるね。助かったわ。でも本当にサーチしてもねえんだな。宝石でも持って帰るか。何これ。はいはいはい。あれだ。まあ、前作本当に大活躍だったシーモス号とかを作るやつですね。助かるわ。ちょっと1個見えちゃったんだよね。結構きついやん。死ぬ。ダメ。シートラック。なんだこれ。お、へえ。何これ。シーモスのまた別バージョンみたいなやつ。へえ。貨物によって変化。面白。やっぱり面白い残骸たくさんあんな。ちょっとここら辺深くないところまで歩いてみるのは、泳いでみるのはありだな。歩いてはいないんですけど、探索だからね、歩くみたいに行ってしまうんですよね。深くないあたりで。お、いいんじゃない？これやったら戻る。シートラックだ。シートラックと小型乗り物用ベイかな。それはちょっと集めちゃいたいな。というかなんかあるやん。ああいうところには物溜まってますから。お、これ電池の元だ。めっちゃある。すげえ。栽培してたんだな。プランターいいっすね。すごく役に立つでしょう。土入らないで。ちょ。まあ、漏れなくいただいていきましょう。じゃあ、この電池の元は作れるんだな。よし、見つけた。いいね。どうせだからシートラックかな。それの情報も見つけてしまいたい。まあ何かとちょっと足りないものもあるだろうな。でも合わせるがいるか。お、いい感じ。なんか見つかった。シートラックの残骸来た。シートラック。これなんだ。ああ、これはもう知ってるか。シートラックどうやってつくんだ。よし、まあいいでしょう。一回帰ります。建築するぞ。合成繊維。ちょっとレシピを見せてくれ。うわー、なんか、スパイラルプラントの断片。これ知らないな。全然新しいやつじゃん。あとは、これか。チタニウムインゴット、高度配線キットから、まあ、見たことあるもので作られてるなとは思いますが、このスーツは結局レシピが集まりませんでした。よし。強化しようぜ。俺の家。はい、じゃあ、拠点に帰ってきました。遭難信号みたいのを受信した、モールス信号みたいなやつですね。そうですね。水星政府のギャグだったとしても重要な発揮になるかもしれない。アルテラのものだとしたらサムに起こったことと関係があるかもしれない。絶対に調べてみるべき。ちなみにアルテラっていうのはですね、一応、もしかしたら前の動画とかでも補足入れてるかもしれないんですが、主人公とかね、お姉さんがいた会社の、まあ、いわゆるコーポレーションのでかいところですね。で、主人公はそこのお姉さんも含めて研究員というか、まあ、とりあえず働いてたわけなんですけど、そこでね、お姉さん亡くなっちゃって、謎を追うために主人公もね、来たって感じかな、ざっと言うと。よし、来たね。さて、まあビルダーかな。じゃあちょっと作るもん作りますか。間に合うかな。はい、じゃあもろもろ作ったので作りますか。他になんか増えてるものある？救命キットそんないないよな。じゃあとりあえずビルダー作ります。緊急シェルターなんでしょうかね。じゃあちょっと電池ケチって置かれたんですけど、これで大丈夫。さて早速ですが、どんなレシピがいいよ。まあやっぱりここら辺に作るよ、とりあえず最初は。まあ上にも作れるんだ。オッケーオッケー。鉛か。鉛結構使うよね。目的ルーム。別に水中に作っても OK です。下にも出すか。はい、じゃあ、目的ルームから作りますね。作れる。めっちゃぶつかるね。ここはどうだ？邪魔すぎるか、さすがに。チカチカすげえ、チカチカすげえ。とりあえず。でかすぎてスケールがよくイメージできん。まあいいか。えい。はい、できた。入るのどれだっけ？これか。こっちか。チタニウムだな。まあ、チタニウムがね、いくらあっても足りんので、まあ、溜まってる時の消費にはいいぐらいなんですけど。はい、それじゃあいっぱい持ってきたんで、ハッチを作りましょうか。あれ？あ、いいのか。はい。できた。入れてくれ。それ電力系のやつってあるっけ？ああ、オッケーオッケー。ソーラーパネルあるね。でソーラーパネルは、確かね、別に地上に出さなくてもいいんですよ。不思議だよね。雪だるま？何これ？え？雪だるまは、これさ、電力系の話なんだけど、ああ、そういうわけでもないんだ。これ違う、外に置くやつだ。ごめんなさい、嘘だ、これ。これはダメか、地上じゃないとダメか。いろいろありますね。大部屋式、大部屋。大部屋なんて、大部屋の負け物ぐらいしかゲーム内では見ないですけど。なんでオッズ減ってんだ、これ。あ、そっか、空気がクソ悪いのか。死ぬやん、死ぬ。ちょっと待ってくれ。ソーラーパネル、ここダメだったっけ？ああ、いけるよね。うん。まあ、昼しかダメなんですけど。当面はこれでいいだろうみたいなね。怒られてます。物がないね。石英、チタニウム、銅鉱石。持ってたかな。ちょっと充電も兼ねて、少し。日中はダメなんですけど、日中、夜はダメなんですけど。来た来た来た。太陽光入ったってことだな。もう一個分やっぱ作りたいな。はい、ソーラーパネル作りましょう。足りるはず。よし。意外とこれで電力は少し持つかなと思いながら、キャンセルして。ちなみに14個とセーブ忘れてました。多分ね、40分ぐらい何もセーブしないでやっちゃったんで、これはいけない。OK、これで酸素も吸えるので、何作りましょうか。というのは実はもう決まってるんですけど、ロッカーです。ロッカーを作ります。これは絶対大事。これでね、外のロッカー今全部ぶっ壊してこようかなと思うぐらいには大事。外の水中ロッカーはね、使いに行ってしょうがないんだよね。違う。なんで？いきますよ。もっと作りたいね。あれいる？下にも撃たれん。これを作りつつ、外の水中ロッカー全部ぶっ壊します。そんな感じで。はい、じゃあ、ロッカーを4つ作りました。後ろにロッカールームになりましたね。じゃあ、本当にね、アイテムの整理はいくらやっても大変なんで、どんどん入れていきます。どうしよっかな。パッと使わないものとかから入れていくのはやはり正しいかな。とはいえ、ちょっと今物が多すぎて、その運ぶのも一苦労なんで、とりあえずは、ちょっと後で引き出すつもりでもいいから入れておきましょう。ちょっとアイテム整理しますね。こんなシーンをまあ見せてもしょうがないんで、そこが終わるまで一旦カットになると思いますけど。さあ、アイテム整理しながらなんですが、次何作ろうかなというところで、これですね。バッテリー充電器を作りましょう。すごく便利ですね。電池はね、本当にやたら減るので、あと、パワーセルっていうパワーアップ版電池もあるんですけど、それより明らかにバッテリーの方が汎用的なものに使うので、使用頻度がでかいです。というわけで、これ作っとくことはまず損ではないでしょう。作りたいんですが、ちょっと待って、そこはあまり、気分が乗らないんだ。よいしょ。入って。バッテリーはね、消費が本当に激しいので、1個作っておきましょう。ここはロッカーとそのうち並べておきたいし、入り口近いところにもこうっと、地味に行けるときと行けないときがあるか、こっちがいいな。言うこと聞いてくれ。僕が間違えてるんだけど。いきますよ。できた。うん。OK。4つまで充電できますんで、切れたバッテリーどこやったかな。はい、それじゃあ、切れた電池を持ってきたんで入れてみましょうか。ここにこうやって入れます。忘れそうに電力も使うんですけど、許してもらいましょう。もう速攻で充電始まってるね。いい感じ。さあ、次は何を作ろうかな。ロッカーもこれだけあればいい。あー、プランター作るかな。あー、これいいな。自販機作ろう。自販機はですね、あると水分補給ができるので、なんか未だにね、水を確保するのちとめんどくさいので、作っちゃいましょう。俺はここに置きたいんだ。許せ。割とどうでもいいこと言いますね。よし。ん？もしかして、なんかさ、最初に、昔はこれをひたすら押すと、普通にひたすら食べれたんだけど、確かさ、ウォームポットみたいになったよな。あれ作ってみるか。何で作れたっけ？今回コーヒーもしかして持ち歩けるっていう価値ができた。まあ寒いからな。そういうのはあるよな。確かね、どれだったかな。これ。やってみよう。ガラスインジャー作りましょう。ウォームポットですね。昔はどうやってコーヒー飲んでんのかなって実は思ったりもしてたんですけど、紙コップの備え付けがあったから、昔はそれで飲んでるか、もしくはアイスだったと予想しよう。今回はこれを、これでいいのか。出てるー。音が止まってから。このマークがやはり進行中の証かね。長いね。コンプリート？あ、できた。すごい。いいね。ちょっと水分補給できなくない？今気づいてしまった。H2O マイナスに。まあやっぱコーヒーで水分補給なんかできないですね。もう一個ぐらい作ってもいいな。てかまあもう一個入れるからもう一個作りたいんだけど、その前にちょっとね、水分がないんで、まあ他も含めてなんか作ろう。あとは作ろうか。今作れる現実的なものはなんだ？プランターはあると、いろいろ栽培できるよな。ああ、ファブリケーター作るか。これで移動の機会をちょっと減らしましょう。ここだな。なお結構作るために電力使っちゃうんで、下手すると全体の電力が夜とか落ちちゃうことは可能性としてはあります。これでかなりアクセスは良くなったでしょう。次。ダイヤモンドか。ダイヤモンドないけど。改造ステーション欲しいな。ジュークボックスのスピーカー。何これ。音波を発生させる装置。ああ。あれか、魚とか外敵から身守るためのさ、まあ、嫌な音みたいなもんですかね。壁掛けロッカーはまあいらんです。ジュークボックス。なんか僕が思ってるのと違うぞ。すぐ使えるからやってみるか。石英とりあえず2個出した。チタニウム、あ、違う、間違った。しまってどうすんの？チタニウムよこしなさい。ちょっと作ってみるか。楽しい音楽でもあるのか。何でも壁に背を向けてね、置くのはどうかなと思うんですけど、後々中央に置きたいものとかで来たときに、いろいろと解体とかめんどくさいんで。ファンキーって言ったよな、この人の今な。なんかできんのこれ。曲データを持ってきたやつかな。一曲しかないじゃん。クソ。ソングくれもっと。という機能がありますね。スピーカー使えば外に出せるのかな。アーケードゲーム機みたいだね。セーブしとこう。休憩時は空腹や喉の渇きが進行しない。すごいね。それすごく良くない？普通に作っちゃおうか。いや、別に良くはないか。そんな気にするようなもんでもないよな。でも座れますね。オッケーオッケー。これやってるときは消費がないと。こう見てみると、やはりクリエイトゲーとしてもね、ちゃんとしてるよな。ある程度のその区画とか部屋の形とか決まってれば決まってるけど、次の目標はやはり、結局深いところとかあんま潜れないんだよな。どうしよう。シャイニーミンゴットは作れる。別にこれはいい。コンプラチップ。例えば、考えたのは、C トラック、パワーセル、鉛はいいわ。もう鉛は大丈夫なの。パワーセル作れる。あ、作れないこともないか。C トラックか。コンピュータチップ、ここはギリいける。これもギリ。チタニウムインゴット。大丈夫。ギリいける。C トラックかな。なんか、もうちょっと素潜りでいけるようなものを作れそうな気もしないでもないんだけど、それか、ダイヤモンドが手に入るんだったら、強化ステーションかなとは思うんですよね。それじゃあ、収録時間もいい感じになったので、今日はこんな感じで終わりましょう。クラフト会できないかなと思ったら結構クラフト会になったので、まあ、次回も C トラック作ろうっていう回になるかなと思います。主に素材集めなんでね。結構短めになるかもしれませんが、主にね、作業時間をいただきながらそんなことをするかもしれません。じゃあそんな感じで、またよかったら見てください。今日はこれでおしまいです。さよなら。充電ボタンもありましたね。はい。